初代ダンディー死者クジョン・グラハム。初代ダンディー死者クジョン・グラハム・オブ・クレーバー・ハウスは、スコットランドの貴族、軍人。スチュアート朝に使えジャコバイトに組みして、名誉革命政権に反乱を起こし、死後はルワしのダンディーと称された。流血のクレーバー・アッズとも呼ばれる。ダンディー近郊で、サー・ウィリアム・ダンディーとマゲリン・カーニギー夫妻の息子として、誕生した。祖先の一人は、 スコットランド王ロバート三世で、新京都革命で、国民名役に属して戦ったモントローズ公爵、ジェームズ・グラハムは同族にあたる。1652年に、父が死ぬと、叔父の貢献で、弟ディビットと共に養育され、セントアンドルーズ大学で学び1661年に、卒業1667年に遺産を相続した。1672年に、大陸で、 オランダ侵略戦争が始まると、イングランド王チャールズ2世の諸子のモンマス公爵、ジェームズ・スコット指揮下の軍隊に入隊して、同盟国フランスと協力したが、1674年に、イングランドがオランダと和睦すると、オランダ総督ウィレム3世に倶えして、スネフの戦いに参戦、1676年に、帰国した。1678年、 チャールズ2世議の代理として、スコットランドを統治していた、ローダーレールコージョンメートランドが、宗教政策の失敗から反乱を起こされると、チャールズ2世議の命令で出動して、翌1679年までに反乱を鎮圧した。この時、反乱側に対して容赦なく裁判、処刑に踏み切ったことで流血のクレーバーズとの異名を取ったが、誇張ともされている。反乱鎮圧後は、 ローダーデールに代わって赴任してきたチャールズ2世の弟のヨーク校ジェームズに徴用され1680年に助成金を獲得1682年にスコットランド連隊の大佐に任命1683年にスコットランド数密院議員にも選ばれた1684年にジーンコクレーンと結婚翌1685年に ジェームズ2世が即位すると1686年に、少々に昇進。1688年の名誉革命前では、ジェームズ2世への援軍の副司令官として、イングランドへ下校。ジェームズ2世から、スコットランド軍総司令官に任命され、ダンディー死者に、助舎。翌1689年に、スコットランドへ戻った。帰国後は、ジェームズ二世を追放した、ウィリアム三世。 メアリーに政府債を支持する、ローランド地方の貴族及び長老派が招集した、議会と対立、スターリングを拠点にして、ハイランド地方の貴族やジャコバイトを集めて拒兵、ウィリアム3世が派遣したヒューマッケー率いるイングランド、遠征軍と対決した。7月27日のキリー・クランキーの戦いで、ジャコバイト軍は、イングランド軍に勝利したが、 ダンディが流れ玉に当たって戦死したため反乱は収束に向かった。ダンディの戦死で名誉革命政権はひとまず安泰となったが、ハイランドの完全閉廷には至らず1692年にグレンコの虐殺を起こしたり、スコットランドが企画したダリエン計画を潰したりしたため不穏な情勢は収まらず、1707年にイングランド・スコットランドが グレートブリテン王国として一体化した後も、スコットランドを起点としたジャコバイトの反乱は続いた。ダンディの遺体は、戦場近くの場所で埋葬。爵位は、息子のジェームズ・グラハムが継承した。トランター、P287、P292。トランター、P292、P297。キレーン、P137、P141。トランター、 P298P311 キレ麗ン、P142P151 ありがとうございます。